21歳男です。最近金銭面の問題で大学を中退しました。今現在フリーターをしています。プログラミング始めようと思っています。人生逆転できますか？いいえ。ひろゆきさんみたいにお金持ちになりたいです。無理です。その中で、ね、人生逆転できるみたいなのを思ってるのは良くないと思うんですよね。フリーターがなんかプログラムを学んだだけで人生逆転できて僕のようなお金持ちになるかというと多分無理ですよ。100万人に1人ぐらいだったらたまたまプログラムを学んでお金持ちになれるっていう人いるかもしれないですけど、残念ながらサラリーマンをやってる限り僕の持ってる額まではたどり着かないと思うんですよね。会社を作って売りましたっていうのであれば普通になんか年収億ですっていくかもしれないですけど、そのどう頑張ってもサラリーマンでそこの額出せるのって沢上投信ぐらいだと思うんですよね。10年前ぐらいに沢上投信の部長さんかなんかが年収40億円かなんかだったんですよね確か。頑張ると年収40億円のサラリーマンっていうのは可能なんですけど、なかなかいないので。